アイテム番号、SCP-167。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-167 は現在、研究指令施設、6の、号室に保管されています。そこへ通じる扉は、研究中でなければ常時、軟禁状で施錠されています。SCP-167 の臨時の探索もしくは研究のために軟禁状の鍵が欲しいものは、SCP に割り当てられた関係者のレベル3職員に許可をもらうよう願います。説明。SCP-167 は、各辺約10メートルの、未知の光る白いプラスチックポリマーでできた立方体です。立方体の一つの面に、大きな金属製の扉が取り付けられています。その扉はもともと SCP の部品だったのか、もしくは SCP 財団によって確保される前に何者かに取り付けられたものなのかは不明です。この立方体内部の大きさは、外部の寸法から立方体の壁の幅である数センチメートルを引いたものに等しいです。外部に扉のない3面のうちの2面に出入り口があることを除いては、それらの出入り口は、直接同一の部屋に繋がり、その部屋にもさらに別の部屋に繋がる出入り口が2つついています。そのパターンは、研究チームが測定できる限り遠くまで続いていました。これら出入り口の配置は不規則に現れます。残った3面のない、どの2面が出入り口を備えるのか、説明できるパターンは見つかっていません。SCP-167 は、以前の探検の際に付けられた印、ことに卑下階層のいくつかの部屋で、地の出入り口に入る直前の床に描かれた赤い点や他の標識、を示しています。研究者たちは最近、文書、167-8に記載の事件の後、彼らが訪れるいかなる部屋でもこの振る舞いが複製されるということを考慮しています。加えて、SCP-167 の部屋の中で、いくつかの人工物もしくは自然物がばらまかれているのが見つかりました。紀元前500年頃の宗教的な聖像。紀元前500年頃の、数個の宝箱。データ削除済み。そしていくつかの SCP、中でも特に顕著なものは、データ削除済み。ホイ167-1。SCP-167 は、ユークリッド幾何学のルールに従うことを示しませんでした。二人の研究者が、同じ部屋に着くべき、別々の道を通りました。両者は目的地にたどり着きましたが、二人とももう一人の存在を見聞きしませんでした。SCP-167 がどのように空間を歪曲させ、そのような効果を生み出しているのかは不明で、さらなる研究が是認されます。ホイ167-2。SCP-167 の中に SCP-184 を入れたいという提案が出されました。この実験は検討中です。ホイ167-3。博士により、SCP-167 を敵意のない SCP のための小型収容スペースにしようという提案がなされました。この提案は、SCP-167 をセーフにクラス変更する必要があります。再評価は保有中です。文書167-8。君たちの多くが知っているように、数日前、博士が必要な毛糸玉を持たずに SCP-167 に入室する様子が録画され、彼は未だに戻ってきていない。彼の最終的な運命は未確認であるが、調査チームは何も発見できなかった。もし君の経路を記録する何がしかの方法を利用しなかった場合、いとも簡単に失踪することを君たち全員に注意しておく。もし私が安全規則に反する、もしくは毛糸玉なしに潜入している研究者を見つけた場合、たとえそれがどんなに深く遠くに行こうときとするものであっても、そのものは研究中のケテルクラス SCP の施設へ移動させる。そこは彼らが素早く完全に安全規則に従うという、十分な動機づけを持たねばならない場所である。クライン博士。